ここでは教科書に出てくる重要フレーズをいろいろな例文を使って理解を深めていきます。早速1番いきましょう。私は V するつもりですって英語で何て言うか。I am going to V と表現します。この V っていうのは動詞のことです。ここに食べる、eat とかね、飲むドリンク、走る、ランとかが入ります。早速例文見てみましょう。1番のカッコ1。私は来週トムに会うつもりです。これ英語でどう表現するか。I am going to meet Tom next week となります。 I am going to meet で私は会うつもりだトムトムに next week 来週という意味です。で、この表現文法的に言うと未来形と呼ばれるやつです。ここね、今来週ってあったように未来のことを表現するときに使います。でそんな未来形の作り方の一つが今やってる be going to というやつです。 未来形じゃない普通の文章。私はトムに会うっていうのは、I meet Tom と表現します。で、これを来週のこと、来年のこと、未来のことを言いたいときは、begoing to を入れるんですが、どこに入れるかっていうと、動詞の前、meet の前に入れます。で、この begoing to の be っていうのは、be 動詞のことです。am, are, is のことです。だから主語に合わせて書いてあげる。今回は、i っていう主語やから、am になって、I am going to meet Tom ってなるんですね。 あとは未来系と相性の良い,い表現を抑えていくだけです。1の過去1やったら来週、next week みたいなのがありましたね。過去2やったら明日、tomorrow とか、過去3やったら今夜、t o n i g h t とかあるんでね。あとは作り方は一緒なんでね、ぜひ自分で頑張ってみてください。じゃあ次2番行きましょう。S は V するつもりです。英語で何と表現するか。S is going to V となります。これ一瞬何のこっちゃって感じですが、さっきやった1番と一緒です。未来系の作り方、B e going to V の話です。 1>, 1番では主語を愛にしてたんですが、もちろん愛以外でも未来形作れるよっていうところです。もし主語が彼、h e やったら、B 動詞は is を使うんで、h e s going to be になるし、主語があなた、you やったら、B 動詞は a r e を使うんでしたね。だから、you are going to be になるよということです。だから例えば2番のカ弧コ見てください。彼女は来月その本を読むつもりです。これ英語で何というか。shee is going to read the book next month となります。 She's going to read で彼女は読むつもりだ The book その本 Next month 来月という意味ですでここで一つ注意点がありますそれは何やって言うと未来形じゃない普通の文彼女はその本を読むって英語で何て言うかって言うと She reads the book っていう風に主語が三人称単数やから動詞に s をつける必要があったんですね でこれを未来形にしたかったら、read s の前に be going to を入れるから、she is going to になるんですが、大事なのはこの後、その be going to の後の動詞は、原型、元の形になります。だからこの s はなくなって read s じゃなくて read になるよというところが大事です。だからね、この未来を表す be going to の表現では、もう be going to の後には動詞が来て、その動詞はね、s とか余計なもんつかないよと押さえてても OK です。 以上を踏まえて2番の過去2、過去んぜひ自分で頑張ってみてください。じゃあ次3番行きましょう。3番は S は V するつもりですかって英語で何て言うか。is S going to V となります。で、これもこう見ると名残っちゃって感じですが、さっきまでやってた begoing to 未来の疑問文の作り方の話です。begoing to は B e 動詞 am, are, is があるんで、それを疑問文にしたかったら1年の時からやってるように、もう B e 動詞 am, are, is を先頭にする。それだけです。 例えば3番の括弧位見てください。あなたは今夜テレビを見るつもりですかこれ英語で何て言うか。Are you going to watch TV tonight? となります。細かく見ていきましょう。もし今回の問題が、かーっていうのがなくて、普通の文、あなたは今夜テレビを見るつもりですっていう文章やったら、You are going to watch TV ってなるんですよね。で、これを見るつもりですかっていう疑問文にしたら、B y o u a r e の R を先頭にして、Are you going to watch TV ってなるよということです。 で、最後に今夜を表す t o n i g h t をつけて完成してます。もちろん答える側のルールもこれまで通りです。あなたはゴニャゴニャですかって聞かれてるんやから答える人ははいなら yes, I am と答えます。いえなら no, I am not, no, I am not これまで通りですね。もちろん主語が she とかで is she going to be って聞かれたら答え方は yes, she is や no, she is not, no, she isn't となります。これまで勉強した通り主語に合わせて答え方が変わってきます。 3番の過去2過去3もね、まずは疑問文じゃない形を考えてから B e 動詞、マ・アイ s を先頭にするって考えるとやりやすいんでね、ぜひ自分で頑張ってみてください。じゃあ次4番行きましょう。S は V するつもりがない。これ英語でどう言うか。S is not going to V となります。これもパトミなんのこっちゃって感じですが、今やってる未来形の作り方、B e going to の否定文じゃないような形です。 で、B 動詞のある否定文なんで、これまでやった通り、a m not とか、are not とか、is not みたいに B e 動詞の後ろに not をつけるだけです。じゃあ早速4番括弧こ1。彼は来月その山に登るつもりはない。これ英語で何て言うか。He's not going to climb the mountain next month となります。これもね、一度、つもりはないのこのないの部分を無視して、普通の文、彼は来月その山に登るつもりっていうのを考えると分かりやすいです。He's i going to climb the mountain になるんですね。 あとは、それをないっていうことなんで、not をつけてあげて、he is not going to climb the mountain となります。最後に、来月、next month を加えて完成です。もちろんね、この is not のとこを短縮して、he isn't going to climb the mountain という形もよく使われます。4番の過去に過去3も同じ考え方でいけるんで、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあ次5番いきましょう。x を案内するって英語でなんていうか、show x around と表現します。 今回この X に入る部分は場所じゃなくて私をとか彼らをとか人を案内するって言いたい時の表現です。で、show には見せるとか示すっていう意味があって、around は周りをっていう意味があります。だから X に周りを見せるっていうことで X を案内するという意味になるんですね。だから例えば5番のカッコ1。彼は先週私を案内してくれた。これ英語で何て言うか。He showed me around last week となります。 案内してくれたっていう過去形なんでね、ショーの部分も過去形にして、ショー d になります。He showed me around. 彼は私を案内してくれた。Last week, 先週という意味です。5番の過去に過去さんはね、過去形じゃなくて、するつもりという未来形なんでね、さっきまで勉強した表現、begoing to を使ってぜひ頑張ってみてください。じゃあ次、6つ目の重要フレーズ見ていきましょう。X のところに止まるって英語でなんていうか、stay with X と表現します。 今回の X も場所じゃなくておじさんとかお父さんとかそういう人を表します。stay は泊まるとか滞在する。with はごにゃごにゃと一緒に。X と一緒に泊まる滞在するなんで X のところに泊まる。stay with X となります。だから6番カッコ1。私は昨日私のおじさんのところに泊まった。これ英語で何と表現するか。I stayed with my uncle yesterday となります。泊まったっていう過去形なんで stay も過去形 stayed にします。 あとは私のおじさんがマイアンコなんで I stayed with my uncle 私は私のおじさんのところに泊まったよ yes, t で a 昨日という意味です6番の過去に過去3は過去形じゃなくて泊まるつもりという未来なんでねこれまた bgoing to を使って文章を完成させてみてくださいじゃあラスト7番重要表現いきましょう X の間にっていうのは英語で何と表現するか DuringX となります今回の X はゴールデンウィークの間とか夏休みの間とかそういう期間が入ります 例えば7番カッコ1。私は夏休みの間にインドを訪れるつもりです。これ英語で何て言うか。I am going to visit India during summer vacation ってなります。まず、私はインドを訪れる。未来形じゃない普通の文章やったら I visit India ですよね。で、今回訪れるつもりっていう未来形なんで、visit の前に be going to を入れて I am going to visit India となります。で、最後に夏休みの間に During summer vacation を入れて完成です。 七の過去に過去さんもこれまで勉強した知識で解けるんでね、ぜひ自分で頑張ってみてください。私は、v、するつもりです。私は来週トムに会うつもりです。私は明日。 I am going to visit Kyoto tomorrow. I am going to visit Kyoto tomorrow. I am going to visit Kyoto tomorrow. I am going to cook dinner tonight. I am going to cook dinner tonight. I am going to cook dinner tonight. SはVするつもんです。S is going to V. S is going to V. S is going to V. 彼女は来月、その本を読むつもりです。私たちは来年、そのゲームを買うつもりです。彼らは明日、その公園へ行くつもりです。 They're going to go to the park tomorrow. They're going to go to the park tomorrow. They're going to go to the park tomorrow. To to tomorrow. いいえ。Is S going to V? Yes, S is. No, S is not. Is S going to V? Yes, S is. No, S is not. Is S going to V? Yes, S is. No, S is not. あなたは今夜、テレビを見るつもりですか?はい。Are you going to watch TV tonight? Yes, I am. Are you going to watch TV tonight? Yes, I am. Are you going to watch TV tonight? Yes, I am. いいえ。Are they going to visit the museum next week? No, they aren't. Are they going to visit the museum next week? No, they aren't are they going to visit the museum next week? No, they aren't is he going to practice baseball tomorrow? No, he isn't is he going to practice baseball tomorrow? No, he isn't is he going to practice baseball tomorrow? No, he isn't. Is he S is not going to V. S is not going to V. S is not going to V. He is not going to climb the mountain next month. He is not going to climb the mountain next month. He is not going to climb the mountain next month. She isn't going to help him tomorrow. She isn't going to help him tomorrow. She isn't going to help him tomorrow. I'm not going to visit America next year. I'm not going to visit America next year. I'm not going to visit America next year. Xを案内する. Show X around. Show X around. Show X around. He showed me around last week he showed me around last week He showed me around last week I am going to show them around tomorrow I am going to show them around tomorrow I am going to show them around tomorrow hi to are you going to show her around next week? Yes, I am. Are you going to show her around next week? Yes, I am. Are you going to show her around next week? Yes, I am. Stay with, X. Stay with X. Stay with X. Stay with X. I stayed with my uncle yesterday. I stayed with my uncle yesterday. I stayed with my uncle yesterday he's going to stay with his aunt tomorrow he's going to stay with his aunt tomorrow he's going to stay with his aunt tomorrow she isn't going to stay with your wife next week she isn't going to stay with your wife next week she isn't going to stay with your wife next week Xの間に。During X. During X. During X. I am going to visit India during summer vacation. I am going to visit India during summer vacation. I am going to visit India during summer vacation. She is going to read this book during the Golden Week holidays she is going to read this book during the golden week holidays. she is going to read this book during the golden week holidays. he is going to stay with my husband during spring vacation. he is going to stay with my husband during spring vacation. he is going to stay with my husband during spring vacation.